サインアドバイザーグリーンのアグリーンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、大根の間引きと追肥をやっていきたいと思います。こちらなんですが、2月4日に撒いた大根、天保という品種になります。今ですね、3月の下旬になりまして、かなりですね、大きくなってきました。ということで今回ですね、不織布のベタ掛けを取って、間引きと追肥をですね、やっていきます。ベタ掛けしていた不織布をまず取ります。不織布なんですが、とても破れやすいので、取り扱いに注意してください。不織布を取り除いたら、次に間引きをしていきます。一箇所ですね、一本になるように間引いていきます。間引きなんですが、まあ基本的にはですね、大きいものを残す。あとはですね、傷がついていないか、害虫にやられていないか、そういったところを見ます。まあ、要するに一番残したいものを残せば大丈夫です。このように抜いていきます。間引きするときなんですが、混み合っているときはですね、特に残す方の葉っぱを傷つけないように気をつけてください。葉っぱ同士がですね、重なり合っているときはですね、ちょっと揺らすようにして手前に引くと葉っぱがうまく抜けます。少し揺らすようにして抜きます。そしてですね、株元は軽く土を寄せておきます。こちらもですね、一本にしていきます。大きくて傷ついていない、虫に食われていない方を残します。間引くときですね、株元を持った方がいいですね。上の方を持って無理に引っ張るとたまにこうちぎれてしまいますので、株元ですね。そして少し揺らすようにして抜くと、残す大根も傷つけずに間引けます。間引いた後ですね、このように穴が開いてしまいますので、土をですね、少し寄せてやると完璧です。間引きをするタイミングなんですが、今回の場合ですね、ベタ掛けしていた不織布ですね、かなり葉っぱがぶつかるようになってきましたので間引きましたが、通常ですね、試しにですね、間引いてみて、これぐらいの大きさであればいいと思います。せっかくですね、数粒撒いている場合はですね、友育ちといって、ある程度大きさまで一緒に育った方が早く大きくなります。ですので、あまり早く間引いてももったいないですし、かといってですね、あまり間引きが遅れますと、残すの大根に支障が出ますので気をつけてください。今回間引きをしてですね、ちょうどいい大きさだったと思うんですが、こちらですね、間引いたものもですね、間引きなどして食べられます。おひたしはですね、汁の具に使えますので、ぜひですね、そちらもですね、食べてみてください。今回はですね、間引きをしましたが、家庭菜園などですね、わざと間引かずに、2本そのまま残すやり方もあります。一本一本はですね、少し小さくなりますが、まあ数ですね、多く取りたい方は、間引かずにですね、二本そのままやるのも一つの方法になります。間引きが終わりましたら、次に追肥をしていきます。今回使うのはこちらですね、自家製のぼかし肥になります。こちらですね、米ぬかとおから、もみがらくんたんを混ぜたぼかしになります。こちらをやっていきます。大根はですね、元肥入れて追肥しないやり方もありますが、今回はですね、逆に元肥まだ入れていません。無肥料です。今回が最初で最後の肥料になります。結構ですね、家庭菜園などでも肥料ですね、結構やる人がいますが、大根はそこまでですね、肥料を必要としませんので、今回最初で最後の肥料としてぼかし肥をやっていきます。大根はですね、特に肥料のやりすぎに注意してください。自家製のぼかし肥を一つかみ、株元にやっていきます。一つまみ。これぐらいの量を株元にやっていきます。撒いた後ですね、土を軽く寄せると完璧です。これで完成になります。秋巻き大根の時は防虫ネットのトンネルをしましたが、今回は防虫ネットのトンネルをしていません。この後ですね、気になる方は防虫ネットのトンネルをしてもいいんですが、春巻き大根の場合はそこまで害虫がつきませんので、このままでも大丈夫です。特にですね、販売用ではなくて家庭菜園用であれば、このままですね、
防虫ネットのトンネルなどをしなくても、無事ですね、収穫を迎えられると思います。今回は大根の間引きと追肥をやってきました。今日はですね、3月の下旬になるんですが、4月になりますと結構温度が上がってきますので、換気もですね、開けっぱなしで大丈夫です。この後、葉っぱがビニールトンネルに当たったりですね、最高気温が20度を超すような、そうなりましたらビニールトンネルですね、撤去してみてください。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画に関するご質問やご感想はコメント欄よりお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。